ジャニー。はい、こんにちは。第1回好きなジャニーズグループのアンケートへたくさんの投票いただき誠にありがとうございました。4526票の投票がありましたので、早速結果を発表していきます。そして新たに第2回好きなジャニーズグループのアンケートを説明欄に貼りましたので、皆さんぜひ今一番好きなグループに投票してください。結果は10月の動画で発表いたします。それでは第1回好きなジャニーズグループ第19位は美少年です。まだ CD デビューをしていないジャニーズジュニアのグループですね。4526票のうち1票を得票しました。歌ってる時や喋っている時が可愛いからというコメントをいただきました。続きまして同じく第19位は少年忍者です。少年忍者もジャニーズジュニアのグループです。4526票のうち1票を得票。それではどんどん見ていきましょう。第18位は 4U です。舞台をメインに活動している35歳の4人組です。4526票のうち2票を得票しました。明るくて楽しくて4人とも最高ですというコメントがありました。それでは第17位は A グループ関西ジャニーズジュニアのグループです。4526票のうち 0.07% の3票を得票。とにかく面白い子たちです。次のデビューは A グループ応援してますというコメントがありました。それでは第16位はトラビスジャパン。トラビスジャパンもジャニーズジュニアのグループです。4526票のうち 0.1% の4票を得票。一人一人が魅力的で家族みたいで微笑ましい、ダンスも歌も上手で素敵なグループということです。それでは同じく第16位は TOKIO。 4526票のうち 0.1% の4票を得票しました。ファンのためにいろいろな工夫や努力を続けて新しいことに取り組み楽しませてくれているからでした。それでは第15位は V6。 2021年に解散しているんですが、当チャンネルの視聴者さんは50代60代の方が多いこともあって票が集まりました。4526票のうち 0.2% の8票を得票。解散してしまったけど20年以上のファンです。今はトニセンのファンクラブに入っています。いつも前向きで背中をそっと押してくれるような楽曲に何度救われたことか。6人のわちゃわちゃ感いつ見ても楽しい、大好きですというコメントをいただきました。続きまして同じく第15位は ABCZ。 4526票のうち 0.2% の8票を得票しました。他のグループと違い役割がはっきりしているから、河合は MC 担当、橋本はビジュアル担当、戸塚は演技担当、塚田はアクロバット元気担当、五関はミステリアスなダンス担当となっており、キャラクターの豊富さで売れた SMAP に通ずるところがあるからというコメントをいただきました。 ABCD の役割分担、改めて明文化されるとへえと思いますね。それでは第14位はカトゥーンです。現在亀梨くん、中丸くん、上田くんの3人体制で活動しています。4526票のうち 0.2% の11票を得票しました。初めてジャニーズのグループを好きになったのがカトゥーンで、もう17年応援している、でもスノーマンと悩みましたというカトゥーンとスノーマンの2グループが好きな方からの投票もありました。スノーマンとカトゥーンって系統が違う感じがするので、ちょっと意外で興味深かったです。それでは第13位はSMAP。 ご存知の通りすでに解散していますが、意外と票が集まりました。4526票のうち 0.4% の18票を得票しました。今でも大好きです。復活希望しています。解散しても国民的アイドルは SMAP だけというコメントがありました。解散からもうすぐ6年が経ちますが、さすが根強いファンが多いです。それでは第12位はニュース。4526票のうち 0.4% の20票を得票しました。デビュー時から19年応援してます。
メンバーがどんどん減ってもいろいろな問題にも乗り越えて頑張ってる3人をこれからも応援し続けます。すべて生歌なのもすごいし、この3人からは本当に音楽が大好きで、音楽とニュースとファンを大事にしているんだなっていうのが伝わってきますといったコメントがありました。ニュースに関してはとにかく歌がいい、音楽に感動したという意見が多かったです。ニュースのライブダイジェスト YouTube 動画を見てみてというコメントもあったので、ぜひ見てみてください。はい、それでは第11位は平成ジャンプ、4526票のうち 0.5% の23票を得票しました。デビュー15周年にもかかわらず、あのフレッシュさなんなん、メンバー仲良すぎでしょ。15周年なのにめちゃくちゃ仲がいいし、一人一人個人活動が増えても、いただきハイジャンプとかでもめちゃくちゃコンビ発揮するし神ですというコメントがありました。コメントの実に9割がメンバーの仲の良さが好きという内容でした。最近のジャニーズは仲良しグループばっかりな気がしますが、その中でもジャンプの仲の良さは群を抜いているようです。いただきハイジャンプは毎週土曜日にテレビで放送されていますよ。はい、それでは第10位は関ジャニ8、4526票のうち 0.8% の37票を得票しました。高いワイでオタ活動をしていて、ジャニーズには偏見の眼差ししか向けていませんでした。ある日テレビでスバルくんの脱退会見を見て、そこで発せられた大倉くんの言葉の素直さに感銘を受けて、関ジャニ8に興味を持って、気づけば沼にはまりました。今でも前を向いて進んでいく姿に力をもらっています。スマップ解散の昇進を救ってくれたのが関ジャニ8、2人脱退後の頑張りが伝わり応援したくなるというコメントをいただきました。2人脱退というのは錦戸くんと渋谷すばるくんのことだと思いますが、メンバーの脱退によって関ジャニをより応援していこうと思った人がいるようですね。それでは第9位は近畿キッズ、4526票のうち 0.9% の39票を得票しました。25年も続いている奇跡は何事にも変え難いほど尊い。ただただ近畿キッズデビューから今まで同じ時代を生きて、近畿キッズの歴史を目の当たりにできたことが幸せというコメントがありました。近畿はもはや神格化されている感じですね。25年も続いている奇跡は何事にも変えがたいほど尊い、この一文が秀逸でその通りだなぁと思いました。こんなコメントもありました。2つ並べたら次にスノーマン、笑いのツボが近畿キッズと同じなので2つ目のファンクラブに入りました。近畿キッズとスノーマンの掛け持ちの方からのコメントでした。近畿とスノーマンの笑いのツボが同じというのもなるほどなぁと思いました。はい、それでは第8位はジャニーズ WEST、 4526票のうち 1.4% の62票を得票しました。とにかく面白い、そしてメンバーの仲の良さ、彼らのわちゃわちゃを見てるとこっちまで笑ってしまう、仕事のストレスを発散するのにもってこいのグループです。ライブに行くと生きていてよかったと思える、ベスト全員の伝えたいことを歌で伝えてくれる、7人を見ていると自然に笑顔になる、ライブの一体感は唯一無二、あとシンプルに面白いということで、ウエストのライブが最高というコメントが目立ちました。トークも面白いので、ジャニーズウエスト公式チャンネルも登録者がどんどん増えてますよね。はい、それでは第7位は嵐、4526票のうち 1.7% の75票を得票しました。他のグループには残念ながらどうしても押すまでに至れないメンバーが1人くらいはいるんですが、嵐は5人全員押せます。一人一人の個性が合わさって、私の中で化学変化を起こして好きが爆発している。もう好き、嵐最高、マジで見ればわかる神グループ、ライブの演習ももうすごい、活動再開はないって言ってる人とかいるけど、ファンはいつまでも待っていますといった熱いコメントがありました。嵐に投票した方のコメントでは、スノーマンも好きだけどやっぱり一番は嵐、スノーマンと迷ったというような内容を書いている方が多かったんですよね。嵐はある意味で唯一無二、
休止に入って他グループも楽しんでいる。印象的にはスノーマンが一番嵐に近い感じがしているが、嵐ほど圧倒的な多幸感を感じているわけではないのが本音で、ちょっと寂しい。ということで、嵐の活動休止後はスノーマンを推しているけど、やっぱりまだ嵐が忘れられないという人が多い印象でした。それでは第6位はセクシーゾーン、4526票のうち 2% の86票を得票しました。ジャニーズ最年少デビューグループであり、外から見たら恵まれすぎの環境からスタートしたエリート集団にもかかわらず、その道のりは決して順風満帆ではなく、10周年を過ぎた今でもメンバー一人一人がおごることなく上を上を目指し続けている姿勢に、こちらもエネルギーをもらえる。洗練されたオーラを放つグループ、都会的でおしゃれで美しくてパーフェクト。デビュー当時は大人たちに振り回されて伸び悩んだが、誰一人腐らず10年経ってそれぞれが力をつけて勝負を挑もうとしているので応援したい。冠番組のない紆余曲折のあったグループの努力が報われることを願い、とにかく応援したいといったコメントがありました。苦労してきたグループだから応援したいというコメントがかなり多かったのが結構意外でした。苦労してきたというのは、3人体制になったり、活動休止のメンバーがいたり、冠番組がなかったりというところでしょうね。ドームツアーが決まってよかったですよね。それでは第5位はキスマイフット2、4526票のうち 2% の89票を得票。デビュー前からのファンです。ここまで来るとやめられないです。デビュー前の舞台、デビュー後のライブ、舞台、CD、DVD、写真集、すべて見に行ってるし、持ってるし、やばいです。ライブでのファンサービスがすごい、ジャニーズ一だと思う。バラエティ能力が高く面白いのはもちろん、ライブに行けば彼らの魅力にハマること間違いないです。キスマイ名物、特攻祭りをぜひ経験してみてほしいです。といったコメントがありました。とにかくキスマイのライブが最高というコメントが多くて、ドームライブは一度は経験してみてというコメントもありましたので、ぜひ未体験の方は次のドームライブ狙って行ってみてください。それでは第4位はストーンズ、4526票のうち 4% の177票を得票しました。アーティスト性が高く楽曲も素晴らしい。メインボーカルの京本大我さん、ジェシーさんの歌唱力がとても高く聞き応えがある。 J-POP の良さを、音楽の良さを後世に伝えられるグループだと思います。ジュニアの時からずっと応援してました。素晴らしい歌唱力とともに全員のトーク力がずば抜けているところが好きです。ラジオは毎週楽しみにしてます。オラオラしてるようで、一人一人は心底優しく礼儀正しい可愛い大男たち。歌声に惹かれてファンになりましたが、 YouTube などのわちゃわちゃや各個人の持つスキルの高さ、逆境続きの境遇にも黙々と努力し続ける姿に胸打たれてます。 CD、DVD、Blu-ray も全携帯欲しくなる音楽性の高さも素晴らしいといった歌唱力や音楽性に惚れ込んだコメントが多くありました。あとはですね、治安悪そうに見えてみんな育ちがいいところというコメントもなんだか的を得ていて面白いなと思いました。ストーンズのラジオは毎週毎週ツイッターのトレンドに上がってきているほどリスナーが多いので、ストーンズ覗いてみようかなという方はラジオから聞いてみてもいいかもしれません。はい、それでは第3位はキング&プリンス、4526票のうち 5.3% の241票を得票しました。顔面狂気、とにかくイケメン度がえぐい王子様感、歌もうまくてダンスもできて、なのにみんなド天然で笑わせてくれるし、そのギャップにやられました。ずっと嵐が好きだったのに、キンプリがデビューしたらどんどん惹かれていった。みんなイケメンでお話を聞いててもとても誠実で人間性が素晴らしい。キラキラおじさまからゴリゴリヒップホップまで、どのグループよりギャップを見せられる。どんな表情も 100% のクオリティで届けてくれるのはキンプリしかいない。歌、ダンス、ビジュアル、性格がジャニーズ史上最高レベル。性格も良く仲も良くて、天然キャラが5人も揃っていて、パフォーマンスの時とのギャップにやられています。
将来も伸びしろしかない、ジャニーさんの夢を叶え世界で活躍してほしい。ということで、やっぱりイケメンという声が多くて、次はダンスがうまいというコメントも多かったです。あの平野翔がいる、ただそれだけといったように、平野くんがいるからキンプリが好きというコメントも多くて、平野くんの人気の高さを改めて実感しました。はい、それでは第2位はなにわ男子。4526票のうち 7.4% の334票を得票しました。50年間ジャニーズファンです。長いジャニーズグループの中で全員がイケメンで個性があって、全員を応援できるグループは珍しい。とにかく素敵なグループだと思う。国民的アイドルになれると期待している。全員可愛い。この子がジャニーズみたいな子がいなくて、全員ザ・ジャニーズって感じで可愛くてかっこよくて何より面白い。ジャニーズはずっと好きだったけど、こんなに箱推しできるグループは今までいなかったです。道枝くんきっかけでなにわ男子を知ったけど、あまりにも全員魅力的すぎて、人生で初めてファンクラブなるものに入りました。ジャニーズはもとより、この世に存在する様々なグループで生まれて初めてファンクラブに入会しました。ジャニーズ好きじゃない私もどっぷりハマるほどのキラキラの破壊力がすごいです。ザ・アイドル、あのキラキラがたまらんす。ということで、とにかくなにわ男子のキラキラ感にやられている人が続出しているようです。意外となにわファンは年齢層が高いのかなという印象もアンケートを読んでいて感じました。あとはですね、キュンキュンするからが本音であるが、現代の多様性社会との整合性が取れている点と、可愛いを前面に出したアイドル像が女性のみならず男性にも許容されているからである、というコメンテーター風の意見もいただきました。 YouTube チャンネルがおすすめというコメントがあったので、なにわ初心者の方はなにわ男子公式 YouTube チャンネルから入るのがおすすめです。はい、それでは栄えある第1位はスノーマンです。得票数が驚愕の3283票、4526票のうち 73% の人がスノーマンに投票しました。バグみたいな数字になってしまいましたが、当チャンネルにはスノーマンファンが多いんですよね。この動画をご覧いただいているジャニーズファンの方は、これを機にぜひ好きなグループへの投票にご参加いただけますと嬉しいです。説明欄に次回のアンケートを貼ってありますので、ぜひ投票してみてください。アンチジャニーでした。たまたま今年の3月の高校生とのダンス対決を見たら上手くてびっくり。一人一人のスキル、フォーメーション、フリーの個々の見せ方、ジャニー舐めていてすいません。レベルが高い。ダンプラを見て感落ち、スノチューブを見ては大笑い。スノーマンに出会えて幸せです。今までジャニーズという存在自体に興味すらなかった。もともと某書店で働いているため、デビュー時の表紙祭りなどで名前存在は知っていたが、本当に興味なくて、デビューから1年以上経った頃、偶然おすすめに上がってきて気まぐれで再生したら、ダンスに引き込まれて気がついた時には夢中で他の MV を漁っていた。その後企画ものを見て、さらに個々の魅力に魅了されて、しっかり沼ってスノタンになった。ジャニーズには興味なかったのに、いつの間にか落ちた。ということで、スノーマンは非ジャニオタを仮に借りまくっているようです。無関心な人間を引きつける特別な魅力があるんでしょうね、というコメントがありましたが、まさにその通りだなと思います。なにわ男子のデビューを YouTube 見てたら、おすすめに出てきたスノーマンに突然沼った。全く興味なかったのにスノーマンすごすぎる。先輩の嵐さんより夢中になってます。カトゥーン以来のジャニーズです。滝沢歌舞伎やデビュー後の CD を買い集め、日々感動をもらっています。スノーマンは次世代嵐だと信じています。光源氏以来ハマったジャニーズで、自分でもびっくりです。といったように、ジャニーズの他のグループからもファンを借りまくっていますね。スノーマンの最近の圧倒的な人気っぷりは CD の売り上げなどからも明らかですが、その理由はジャニーズに興味がない人だったり、ジャニーズの他のグループのファンの人を引き込んでいるからなのかもしれないですね。はい、以上で第1回好きなジャニーズグループアンケート結果発表は終わりです。
今回はスノーマンに票が集中しすぎた感もありますので、この動画をご覧いただいているジャニーズファンの方はこれを機にぜひ推しグループに投票してみてください。第2回好きなジャニーズグループアンケートのリンクを説明欄に貼っています。2022年10月15日頃に締め切り予定です。自由記入欄も設けていますので、ぜひ好きな理由や推しポイントなどがありましたらたくさん教えてください。結果は10月中に動画で発表いたしますので、楽しみにしていただければと思います。あとはですね、トラジャ、ハイハイジェッツ、美少年などジャニーズジュニアのグループも選択肢に追加しましたので、ジュニアタンの方もどんどん投票してください。それでは第1回のアンケートに回答していただいた皆様、本当にありがとうございました。全部読ませていただきました。また次のアンケートにもご協力いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。ジャニ、ジャニ。